お疲れ様スラットです。今日はこちら1コス5枚ペッカメガナイトやっていきます。さあ、進化ペッカ&進化メガナイトの構成をまだやってなかったなというわけでやっていきます。そしてまあね、高回転でね、はい、やっていこうというわけで、で残り1枚のフリー枠はラムですね。はい、なんかペッカとも合うし、メガナイトも合うし、まあ攻めカードのね、はい、結構起点になるカード最近強いしね、はい、ペメガラムでいきます。まあ進化ペッカは結構強くて世界上位でもすげえ使われてますね。進化メガナイトはなんかまあ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 、なんかシャアなしでみんな使ってる感は否めないって感じかな。ぶっ壊れとは惜しかったっていう感じではあるが、あるが、まあまあ弱くはないね、弱くはない、はい。使ってやらんこともない。さあどうしよう、手札で暇すぎる、相手が動いてくんないとね。動いてくんないとちょっとまずいんですけど、どうしよう、まあ、ラムを持ってきとくか。で進化クマペッカメガなんで、どっちかを出さなきゃ話が進まないんですけど、え、さあ話が進みました。いやースケラーだけはちょっと勘弁してほしかったり、え、めっちゃいいスピ、いやースケラーだけはマジで勘弁してほしかったりするんですけど、今これ8枚ペックすると墓石もなくて、アイスイズが出てからの墓石が出るタイミングで1コスを後ろから垂れ流して、全然違う、俺の持ってる敵と全然違う。でもここのちょっとうざい、1コスいっぱい、1コスいっぱい、うーん、ヒースピまでやっとけばよかったという思いもあるが、なんだこのデッキ。いやまあまあ、これラムからの墓石高めに来ねえかな、来るよね、回復してあげて。うわ、エレスピまで行ってくれよかったか。いやまあ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 、許せるでしょう。さあなんだ相手のデッキで、メガナイトは本当に出してあげなきゃかわいそうなんですけど、ペッカで十分な気もしなくもないが、まあ理想は両面攻めですよね。こう、おお、右側進化ペッカで左側進化メガみたいなができると理想ではあるが、単純にスケラが強い、ブラスターがねえ、これさ行っちゃう、まあこっちでもよかったり、うん、でラム追加してっていうね、ペッカ回復できるしな、熱くね、いいよ、ペッカ頑張ってる、ワンチャンペッカが、まずい。まあ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 、ちょ、メガナイトあんた活躍できんのか、どうなんだ。いやめっちゃいい墓石置かれてる。いやメガナイトこれさ、マジちょっとだけ事故る未来が、おー、なるほど、やばい、や強すぎる、つる、え、やばい、まちょ、マジでメガネって邪魔だなとか言ったらダメだな。いや俺はこいつで勝つ、ほんとにかませかませ、マジでかませ、お前しかいねえんだ、おい、やっぱ進化メガナイトなんすわ。なんかしたっけ、なんかしたっけ、ペッ、ペッカですらもなんかしたっけ、いやラブライダーか。いやまあちょっと今回の相手のデッキ的にね、まあスケラとかだったんで、まあ、ペッカはメガナイトもまあ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 っていう感じね。これからですよ、ゴレとか引いてみ、ラバとか引いてみ、活躍するぞペメガガがね。これね、ハイスピで飛んでくれるかな、よし、いいね、からのインフェロの玉だけちょっと勘弁してもらっていいかな、俺の声届いてんの。マジマジ、そのまあ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 、まあ、ラムがね、ちょっとペッカー邪魔だな。インフェに対してはメガナイトの方がまだ活躍できるんですかね、どうだろう。
どうなんでしょうか。いや、どうなんだこれ。怪しいな。まあ、今回じゃあメガナイトで行こう。ペッカが焦がされんならメガナイトならどうだろうっていう。焦ってんちゃうん、そのスタンプで。これスピスピでね、バレルって完封できるんですよ。え？できたよな。いいよ。いいね。なんで今スピスピで完封できなかったんやっていう疑問だけどうにかしてほしい。ワンチャンロケットハーズ出せ。ロケットハーズ出せ。ウッドがちょっと早いよ。んどうすこい。からのもう一発。よし、280だったら。いやでも呪文ねえんだこのデッキ。やばい。止まんないよね。そりゃそうだ。進化ペッカとメガナイト輝いてるだけで邪魔ではある。で、これ一旦インフェなんで、インフェ使わしての、インフェ使わしての、これで折れなきゃマジで終わるっていう。ちょっと早すぎたか。やべ。え、でもマジで終わったかな、これ。僕生きて帰れる気しません。いや、こっから勝つのが進化だろう。分回してたこれ。いやー、あれ、いやー、マジでやばすぎやな。あの280が世界で一番遠い。最悪や。ちょ、マジで進化ペッカも進化メガナイトもマジでどっちも無能なことある。ちょ、俺が今ラブに頼りすぎてるだけかな。どっちも無能なことある。ちょ、相手のデッキがね、たまたま刺さんないよね。スケラとかバレルとかね、意味をなしてないか。か、もうちょっと積極的に出してあげるパターンもあるか。両サイドね、両サイド組み組みが必要だよね。初手メガナイトやっちゃおうか。アウトロボーイ来たし、組み組みして、組み組みが強いんだろ絶対。よし、ラム欲しい。あ、もううざい。あんたさっきからインフェルばっか起き上がってさ。いやでもこれは誘導されないんで。よし、焦げんなよ。ちょ、マジで焼かれないでほしい。え、これキング起動だけは俺うまいんですよね、メガナイトの。はい。え、マジからの、え、バチコーン。おい、からのバチコーン。一応インフェ用にからのバチコーン。え、進化メガナイトマジ強いじゃんお前。滝変わって、え、バチコーン。え、急にダクプリ防衛なんてね、意味ないんですよねと。え、熱っ。これが進化メガナイトですよ皆さん。ペッカの方が弱いな、弱いって話する。刺さりすぎじゃね、すごい良すぎんな。ワンチャン諦めた、諦めてねえわ。まあ確かにペッカとメガネいてるんで、その刺さる方を出せばいいみたいなとこはあるな。同じ試合でどっちも活躍することはね、結構少ないかもしれないとか思ったんですけど、熱っ。今回はペッカですよと。いや、めっちゃいいやんこれ。で、真ん中にインフェとか置きたいん。やばい、リセットしたい、リセットしたいよね。で、回復もしたいよね。めっちゃいいやん。進化してないけどね。からの、ここ右サイドは進化メガナイト。あ、めっちゃいいやんそれ。俺の防衛の話。シ
シャキーンってこんにちは。で いっぱいイチコス去るんで、いっぱい、え、イチコスでコウモリ溶けるよね。よしよし、さあペッカが回復してフルチャージいやこれ後ろにさイチコス一生出してるだけなんだよな。ペッカとメガネとの後ろに熱い、いけいけ、回復しろ回復しろ回復しろ、強すぎだろペッカ、硬すぎだろおい。どう考えてもメガナイトは頑張って頑張ってこれなのにさ、ペッカサボってサボってそんなに強えじゃん、マジで。ペッカを下方していいからメガナイトを強化してください、お願いします。メガナイトだけは、メガナイトだけは強化して、ペッカはマジで下方していいんでペッカなんか全然いい、強すぎるだろこんな。体力回復しすぎだってからの、ペッカの後ろにメガナイトをつけたらさ、さすがに弱いよな、さすがに弱いよな。どうなんだろう、行ってみよう、逆サイならいいでしょ。なんか負けそうじゃね、なんか都合の言い方多くないまずい、しかもブラスターだし俺、やばい、ソルコルだけ、マジやばい、ソルコルやばい、やばい、逆にオーバーヒール、熱い、やばい、それカムネレスピで、熱い、もう一つ、おい回復、いやインドラまずい、ペッカもおるし、じゃあこれインドラマジではげる、逆サイか、なんでやねん、そんなことあるそんなことありますか、やばすぎる、運悪くねっていうか、なんかえそこまでも読んでたかお天才すぎだろ、逆サイラム来る用のね、やばすぎる、変な神合いしてるし、インドラおるし、メガネとこれいるんか、いつ輝くんやこのメガナイトは。どうしましょうか、相手のインヒルのドラゴンに励ます、おーなるほど、スケラね、いやまずいなこれ、行かなくてもまずいけど行ってもまずいってことは行くしかないっていうことですよね。いやマジなんか上位互換みたいなんで聞いてる、スケラがやばい、ペッカもやばい、インドラもやばい、エレキもやばい、マジでまずいね、冷静すぎん、なんかでもありそう、え頼む頼む頼む、もう祈りしかできんけど、ペッカがメガネットの後ろのペッカがいい、えもしかして、えペメがちょっとあるんだこれ、インドラお願い、早く走って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 空を走って、でこっちに行って右だよな、ぶっ飛べ早く、すごい待って、おつい、すごい待って、すごい、なんですごい、左もすごいけど右も本当は刺さってほしかったみたいな笑やばすぎた、ちょっと待って、ペッカメガナイト2体進化の両サイドため、相手マジぐっちゃぐちゃになんだろうなこれ、だってペッカさ普通に対応したら回復されちゃうじゃん、でメガナイトはなんか襲ってくるやん、えめっちゃ防衛物そうだったやん、熱すぎるタイミングマジやばい、いやこれさ止まんね、やばい、スプリットが危ねえ、すごっお前自由すぎん、いやー迫撃砲ね、いや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 、メガナイト、いやラムが刺さるよラムが、これ迫撃回ってないんで、まあファイスピぐらい出してもよかったけど、ズドン、よし、まあ踏んじゃってもよかったり、
コウモリ来ねえかな。来ました、素晴らしい。からの真ん中付近、やばい、これギング軌道の天才だったら、あ熱っ。で今迫撃砲はあるかもしれないんで、ラムはまあ別に飛ばしちゃってもいいし、飛ばさなくたってもいいし、まあ飛ばしちゃってもいいし、よいしょ。高回転ラムがなんか強そうだよね。いいね。え、ペッカにしてあげる。いや本当俺メガナイトがいいんだけどな。ペッカにしてあげよう。いやこれ回復できたのにね、進化してたら。ただのペッカだから、まあ、仕方がない。まあまあここは期待してないんでね、このペッカには。次よ、これ行きたい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 よね、走りたい走りたい走りたい、ぶっ飛ばすし、え、ムートとかさ、すごい、あれどうなると思う、どうなんだえ、別に全然近くに寄ってきただけ明らかにラムで勝ってる誰がどう見てもラムでおかげで勝ってる。いやでも牛のメガからのこっちもペッカがあってね、いやこれ2枚やんのいいな、夢の共演、ついてこい俺に、楽しい、いい背中だね。ほいで後ろから一生援軍来るっていう、イチコスのかわいいの、いいねメガナイト、まあ、こういう相手にはね。え、でもさっきのマジ進化メガナイト、進化ペッカメガナイトすごかったの。単体ユニットが多い相手には事故りやすいかもね、ペメが。まあ、でも小物系にもちょっと強いな、回復できるもんね。ジェイソン、やめてジェイソン、ムカデだけは、俺の体にムカデだけはやめて。うっ、ゲツペいきます。おい仲良しじゃねえか、どうしようこれ一旦暇です。まあメガナイト回してここの端前譲ってもいいな、まあ、ちょっとだけやで譲んの、やばい、それ強すぎるな。いや強すぎるだろペッカ、ペッカ枯渇的な縦線吹き矢はなんか両方嫌だね。進化メガネと活躍できそうな気配がします。自陣で受けないな、え持つ、やばい、いや関係ねえわ、まあ、ラムまで行ってアイスピとかも添えて、ヒースピも添えちゃって考えたいけどな。え、すごい、待って、そっちじゃない。そうそう、いいね、そうからの、いや、飛ばせよ、そこ。やるよ。バカ強くね深海外でさ、なんか、もしハマった時に、異常に強いな。ハマることがそんなないっていう。え、こんにちは。僕メガナイト好きなんで、ペッカよりもメガナイト出しちゃいます。暇すぎるラムして、一個添えて、エレキマジで強い。俺のデッキ視点。本当にペッカー。ペッカマジで、いつでもあんだ。これさ、でも、困るよな逆に、無駄死にすまんな、メガナイト見捨てたわけではないんだ。
やばい、ペイカ早く入って、よし、やばい、許して、いや、ペイカ早く、おい、強すぎだろ、ラムもいやでも今回圧倒的 MVP、 メガナイトすごいな、なんか噛み合った時なんていうのか異常だな、本当に上振れがすごいわ、下振れもまあものすごいんですけどね、無能な時はマジで無能なんですけど、上振れ力がねやっぱ魅力的だよね、安定とかもないけど本当にギャンブルカード、さあありがたく進化回させていただいて、まあ、これケツペッカとかけたらねケツペッカするしな、いいね、逆ラムやってもいいな、これだって釣れないよな、ルート強制しなきゃ、うわーこれペッカ間に合うかな、間に合いそう、ムートから壊しちゃった、うわやばい、それ良すぎる、ソウルコール、まあ許されたけど痛かったな、カウンターに繋がんないけど、まあ進化もあったんで A でしょう、それで A でしょう、いいでしょう、ね、からの迫撃ね、なんかないといいのが珍しいな、まあぶっ飛ばしてやったっていいし、別にやんなくたってもいい、まあ出しとくか、これ逆サイラーマン相手うざいぞ、いや意外と溶けちゃうな、もうすごい、なんかうーん雰囲気だけ、え、でもここでペッカーあんのちょっと強ない、しかもオーバーヒールからのからの、うい、たくましいね、終わってくないって、終わんないんだいやこのペッカーマジ硬すぎるだろ誰が溶かせんねん、やばすぎ、対応すればスロード体力回復していく絶望のペッカ、いやマジでこうなったら罪っすよね、なんか一生回復しちゃうもん、うわいいな、なんかどっちも程よく活躍してる、圧倒的にペッカの方がなんか危ないんですけどね、ダガーガールね、いやでも両サイ出せた時結構幸せだな、ペッカ&メガナイト、もう出しちゃう、進化を回すこと結局大事、見捨てていいかな、このメガナイト最悪、ホグかな、ホグですかね、もう一旦ステイして、あーインドラだからちょっとしょっぱいかな、僕ロケット押しもしょっぱいかな、ちなみにだいぶまずいかな、あんたやばい、いろいろ間違えた気もする、え待って、あでも近畿できんなら、結果オーライではある結果オーライではあるが、えいや結果オーライすぎるか、インドラメガナイトロケホン、いやまあでも進化メガでもうぐっちゃぐちゃにしてやろうぜ、いやー暇ではある、でもどっちを割いてもあれで行かれるっていうインドラで、インドラ来るかな、メガネとか、あ飛べ、よしいやマジでかすぎるこのメガネとのダメージ、意味わかんねえもんな相手して
あ、でもなんかやつが来たわ。俺来てもめんどくさい。やばい、マジで火花パチパチランドが恐ろしい。いやー、ロギョ逆行ってくれじゃあ、圧倒的ロケット奉仕がね邪魔なんですよね。フォレッサーでも止まんなくね。進化メガだったら止まっちゃうのか。回復して、いやずっとペッカが竹取ってるから、おい強すぎるいやどっちも頑張ってはいたが、最後決めたのは進化ペッカ。ブラスターだ今回。初手ペッカとかでさえも強いかんな。それがまあペッカのいいとこだよな。やっぱそのさ、あ、そうだ、解けねえんだ。うわっ、メガナイトってね、初手にメガナイトとかしてさ、もうゴーレムが来ても苦しいし、なんだろうね、別に何が来たって苦しいですけどね。ペッカの場合は意外となんかなんとかなるっていう。対面強いんでね、対面負けがそんなないから。雑ペッカできるけど、メガナイトに関してはもうエリアド製造機、逆サイブッパで2コスで守られたりもあるからな。まあ進化ペッカおとなしく回すか。痛いな、フラワー、グリーンフラワー。これ完封？あ、できねえな。やべ、待って、やべ、増殖やばい。ちょ、マジで本当にやばい。これマジでまずいんですよね。一旦消して、逆はセンスで、アイスピからの、アイスピからの、どっちが、いやー、偽物と本物逆だったー。まだ生きてるか。いやでも俺がこれペッカラム組んだら毎回止まってないよな、メガナイトラムか。よし、後ろムートがめんどくさいぐらいね。うわー、めんどくさい。もっとお願い、ペッカが先行しろ。俺のお願いは通じてないが、相手ギャング系がちょっと乏しい。しかもペッカ回復する。熱い、受けがうまいけど、けどメガネ足ります。え、でもペッカマジ硬すぎんこれ、すごない一生生きとるやん、ペッカキングおりそうやん。いやマジ体力の回復量がね多すぎるっすよね。 12.5% でなんか毎回600ぐらい、680ぐらいだっけ、回復してるっていう。普通にいかれてるんでねどう考えても回復量多すぎるんでね。今までだったら3日で緊急火砲が来てもいいぐらいの強さで悪くは来ない、恵まれてますペッカ使い今の間にましてトラゲしといた方がいい。緊急火砲来てペッカ触って、あれ
こんな良かったっけって絶対感じる。回復しろペカ、援護遅い、鈍いトロイ、頼む頼む、後ろからいっぱい来るよ手助け無限に来るんだよな、5枚やるからさ、出そうと思えば一生1コスだけ出せるっていう。いやー強ー、これ進化してなくて強いやん。俺メグナイト好きだからな、ペッカアンチなんですよね。言ったらアンチってほどでもないけど、普通にもうメグナイト視点、いや強すぎるやんっていう。ペッカなんで解放解放されねえんだと思いながら今両方使ってますえこれ両方で言ったらさグロいことなりそうな、マジで来い、かかってかかってこいよ俺やばすぎる、やばすぎる、どっちが先行、いやペッカが先行の方がいいのかな。うおい、えやばいね、進化ペビがグロ、衝撃映像とはこういうこと。いやしかも体力多すぎてさ2発殴るねんね今のとこから。いやロケホンまでやってくんねえかな。勝ちました、やばい、いいミニペが来てる、本当にすまんなロイジェペッカの前では無力。こんにちはラムくんですよ、強っ目が、全然強いんだよな、なんかネタとかじゃなく全然高回転のこの1コストのなんか相性もいいっていう。アバディゲーミングショートペ見えてます、ユニット来た瞬間出します。墓石、まあまあインドラとかじゃなければいいな、チェーンスクラか。でもメガナイト行ってもいいしな、まあ別に逆ラムだけでも強いんだよな、リガーなことあんだ。いやこれねペッカちょっといいよ、おおなるほど、ういスーパースター誕生、いやメガナイトおるんかーいっていう話ではあるが、いやこれずっと入るわ、熱っ、アイスイズイやっちゃっていいね、このペッカだけで相手の墓石とナイトとアイスイズをしばくことができたし、かつキング起動も。こんにちは、俺マジキングだけミスったことないけど、なんかあら普通にタワーにしばかれそうこの子、ごめんね。からのこの墓石のサイクルか、でも釣られんくない、釣られんのかな、ヒースピも添えてメガナイトもない、あおおかわいいね。俺もなんかさ一体だけぶっ飛ばすの逆に良くないみたいな、ないメガナイトどうなんだろう。ちょっと忙しいな一生出してるだけではあるんですけど、せっかくならキング起動したいんで、あのこうやってメガネと使わせるっすわ。はいこんにちは、はいぽよよん、はいこんにちは、よっしゃい、でキング起動して相手を、負け角にしっかりね持っていきましょうか。はいぽよよん、これで後ろからラム追加してババがいるんで1コスいっぱい投げてあげていっぱい1コス投げてあげて、頑張れ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 、強すぎる、まあ、進化ペッカ今回はお休みと見せかけて、いやメガネットすごいな、マジタイマン強くなったな。まあでもプリンスとかミニペとかペッカに
殴る瞬間、殴った後なのかな、一発殴られるのがやっぱちょっと痛いよなっていう。めっちゃ強いんだけどな。でこれもう禁忌です、はい。メガナイトは一生2コストだけで止まる世界なんでね、このゲーム。こんにちは。マジコンブリとメガネとクソ弱いっす。2コスで止まるかんな、ゴアド製造機ね。はい、まあ、使う際には気をつけなきゃっていうね。上振れたらめっちゃ強いです。スモーキー、なんだかんだ枯渇ぐらいにしか負けてないな。ユニット来た瞬間、おー止まって、いやめっちゃいい。ここもグッドゲームの世界あるよね。ヒースピー追加です。メガナイト、いやこれこのままだとさ、俺の考えたデッキになる。あー全然違う。え残った、えこれさプラスト今竹ラムに行くからペッカ残る予定ではあった。勝ちました、はい。何回したっけ、普通にペッカーの後ろにラムつけただけか。いやマジでもこれで普通に止まんないっすからね、強すぎてペッカ出してラム出すだけ、メガネット出してラム出すだけで言ったら勝てる環境ではある。でこれね、めっちゃいいラム受けというものもね存在します。ズドン、アイスピだけあげよう。こんな気持ちよく殴れるもんかペッカって。おい、さあえメガナイトはゴアド製造機でさえ、名前変えようぜもうペッカ。じゃあメガナイト、はい、こっからの、逆サイドです。はいこんにちは。でキングギドーもありがとうございますって。いやマジ弱いな、なんかこのデッキしてんだな、このデッキしてメガナイトはもうゴアドもらえるんで、なんか1コス2枚デッキを使っていたら多分ねメガナイト美味しいと思ってます。26とかもね 2.6 億とかもなんかメガナイトに弱いように見えて全然強いんだよね。あれキング起動されて GG みたいなよくあります、はい。ペメガでした。メガネと出したっけ、メガネと出したかどうかも覚えてないんですけど、はい、展開です。展開到達しました。というわけでペメガ構成ね、はい、まあラムが強いのもあるんですけど意外と悪くなかった。ペッカメガなんか両サイド攻めとかなんか2体まとめて攻めるとね結構ぐちゃぐちゃになっておもろかったんで、皆さんもぜひペメガラム1コス5枚もやってみてください。チャンネル登録高評価も押しますと押してもらったね。